主の意向に沿い続けてこその影か。何も間違っちゃいないけど、今のあんたには興ざめだね。伝説を終わらせた忍び、通伝説を作らせてもらうわ。武田は貴殿のような悲しい忍びを生み出さぬよう目指そう。風魔よ、北条のじじいめ、よもやくたばったのではあるまいな。相も変わらず手ごわい忍びだぜ。猿飛びとは果たしてどちらが上か。あんた小田原には帰らねえのか。詰めていた豊臣なら俺が追い払ってやったぜ。伝説の忍び、貴様の誇りはその程度のものだったのか。たとえ私が弱くとも、今の貴様に負ける気はしない。そなたの沈黙は何を語るか。北条殿はすでにこの世のものではないのかもしれない。だがそれが松永に従う理由とはならないはずだ。お前といると静かでいい。いや、深い意味はないぞ。さあ俺と一緒に行こう。一杯やりながらじいちゃんのことを語り合おう。あの、春様捜索を依頼したいのですが。その沈黙は どっち。おい、今のイカ様。じゃあねえのか。忍びの技だし仕方ねえか。いや、仕方ねえのか。主は、なるほど、星なき空より芽生え始めたか。貴様は半兵衛様が欲されたという傭兵か。それがどれほどの光栄であるか理解できないのか。今の君は交渉も何も通じないただの番犬。そうだろう。力は力あるものに使われてこそ輝くものだ。伝説の食材のありかを。なんでもないです。ごめんなさい。あなたはいずれ甲を付け狙う刃となるやもしれません。ならばここでタオルが上策ですね。ようやく来てくれたのね、一と長政様を共に連れ去ってくれる人。松永殿の護衛か。ならば全で間違いないな。あなた、わらわに伝えたいことがあるのね。物欲しげな口元を見ればわかるわ。あなたが虚無。私はそうは思わない。壇上の区物か。あれに伝えおけ。三度世を裏切るならば連縁にて命すのみとな。ふん、我ならば貴様をもっとうまく使うがな。獲物をかぶってないよね。あ、これ見て確認してくれない。俺様の閻魔帳。虚無の闇がお前を捕らえている。そうだな。貴殿を捕獲するよう主より命を受けました。ここは一つ気にせず逃げてくれませんか。今日こそ捕まえてやります、伝説の忍者マスター。ザビーランドの見せ物小屋もにぎわいますよ。
紳士になるなら素敵なおしゃべりも大事だよ。いつぞやらい世を見張っておるはその方だな。かの古き友の差し金であろう。違う、あなたは私が憧れてあの方ではありません。飛び立ちましょう、その闇から。鶴の白き翼で、たとえ偶然だとしてもあなたは待ってきてくれました。だから今度は私があなたのそばに舞い降ります。